まず私たちが考えなければいけないことは、選挙とは一体何のためにやるのかというふうに、これは誰でも、まあ、基本的には分かっていることだと思いますけども、よく考えてみますれば、自分の考え方や自分の意見を代弁してもらうための代理人を選ぶということになると思います。いわゆる国会議員、当然市会議員、県会議員も、政治家というのは国民、私たち一人一人の考えや意見を代弁してもらうんだと、そういう間接民主主義という立場で私たちは選挙に臨まなければならないと私は思います。もちろん私たちが主張しているような平和、そして人権、基本的人権を守る、そして、国民生活の向上と平和な暮らしを願うということは、仮に自民党や公明党の皆さんを応援していらっしゃる方々も、思いは皆さん同じであります。人間そんなに気持ちが変わるものでは私はないと思います。ただその暮らしや平和を、そして基本的人権を守る方法を、どのような方法で守っていくのか、維持していくのか、その違いだと思います。そして私たちは軍事では国を守れない、国民を守れない、そして原発では国民生活を守れない、核と原発、そして人類は共存できないんだという、そういう考えの方のもとで皆様に訴えさせていただいております。例えばその反面、エネルギー維持していくためにはどうしても原発が必要なんだと、そして、原発を作ったり売ったりする企業に働く皆さん、それで飯を食ってるんだと、だから私たちの生活を守るためにはそれは必要なんだと、また軍隊がなければ国は国民を守れないんだと、そういう考え方のもとに公明党や自民党の皆さんを、与党を推していらっしゃる方もいらっしゃいます。果たして本当に私たちの暮らしや命を守る権利や基本的人権を守る道はどちらなのでありましょうか。私は全くの一市民でございますし、政治的には長年運動には関わっておりますけども、まあ、表に立ってやっていくだけの能力もございません。しかしこの何十年成人して以降、政治にはできるだけ関心を持ちつつ、そして皆様にも選挙等を通じて自分の考え方をお伝えをさせてしてもらいました、させてもらいました。どうか皆さん、今日本の政治は、日本の国の方向は本当に岐路に立たされております。軍事力で平和を守るのか、全方位外交で話し合いで平和を守るのか、原発でエネルギーを維持するのか、それとも原発をなくしてクリーンエネルギーと言われる新しいエネルギーで自分たちの生活や暮らしを守っていくのか、そのことを一人一人が自分の考え方を持っていろんなところで勉強したり、またマスコミや書物等を通じて私たちの自分たちの考え方を一人一人がきちんと持つことが本当に大事だと思います。かつて太平洋戦争と言われる320万人もの日本人が亡くなった、尊い亡くなった、そして海外では2000万人とも言われる人たちの犠牲を強いてしまった、その反省のもとに
軍空憲法を生まれたわけでございます。二度と再びあの悲惨な状況にならないため、そして戦中戦術戦術のあの国民が私たちの暮らしを権利を持ったあの暗い時代に戻るためにも、なんとか皆さん一人で考えていただいて選挙に臨んでいただきたいと思います。若干前の調子が悪いようですので、これで、終わりにします。ありがとうございました。